ミュンヘン中央駅に来ました。外側は今ちょっと工事中で、ごちゃごちゃしてますね。中に入るとこんな感じで、すごく天井が高い広々した、駅構内です。電車までまだだいぶ時間があるので、駅構内のお店を見ます。お寿司屋さん、ツナとかサーモンとかアボカドとか、見た感じはなんかね、それっぽいものがありますね。それから握りはね、握りはまあほぼ鮭ですね。サーモン好きの人がね食べたらいいんじゃないでしょうかね。それからパン屋さん、やっぱりねパン屋が非常に賑わっています。そして甘いもの屋さんですね。毎回思うけど、ドイツだと甘いものって本気で甘いので、日本にいた時よりもむしろ全く食べなくなる感じですね。私の場合ね、ケーキなどもほぼ食べないですね。それからあっちがサンドイッチ屋さんですね。いろんな種類があります。でいよいよ電車が止まっている、ところに来ました。先日行ったヘルシンキの3倍ぐらいありそうな、広い、ホームですね。非常にたくさん、電車のホームがあって、たくさんの車両が並んでいます。ドイツでは、切符を買うときにその切符に何番線って書いてありますから、時間までにその、到着のホームに、行ってればいいということです。あ、犬がいますね。子供がいますね。自転車をそのまま、ね、車両に持ち込むことができるので、自転車持って入ったり、あとは、大型犬と一緒に電車に乗ったりということもあります。ECAですね、特急列車です。今日は、8月15日バイエルン州の休日なので、たくさんの人が、旅行に出かけたり帰ってきたりしているみたいです。